愛良市立三船小学校は、鹿児島県愛良市増田にある市立小学校である。愛良町立三佐小学校と愛良町立船津小学校を合併して、1963年4月1日に発足した。学校名は、両校の頭文字を合わせたものである。三佐小は、元の調査町、船津小は、元の重富村にある学校で、別府側を教会としていたが、 三選挙を通じて、資金の距離にあり、両校とも児童が減少していたことから、統合することになった。当初は、それぞれの学校を三佐教場、船津教場として、分散授業を行っており、1965年4月1日から、船津教場の児童を、1966年4月1日から、三佐教場の児童を収容して、授業を行うようになった。 旧三佐小学校は、1878年6月に、寺市小学校、住吉小学校が設置されたのが最初で、1879年3月に、統合して三佐小学校となった。小学校の跡地には、現在農協の支所がある。旧船津小学校は、1878年6月15日に、九十富里の領主であった、島津渦彦の校舎寄贈により、 船津川に小学校として発足した。遥かと船津の中間付近に学校があった。旧茂富村立であったが、調査調律の調査中学校の方が近かったので、この校区の児童は1950年から越境通学している。ありがとうございます。